新安州は、朝鮮民主主義人民共和国平安南道安、州市に属する地区。首都平壌の北、新宇イとの中間に位置し、清川港を渡る鉄道交通の要衝である。このため朝鮮戦争時には、アメリカ空軍による激しい空爆が行われた。安州市の西部、清川港の川口近くに位置する。 歴史的な安州の中心集落からは西に外れた場所にあたり、鉄道幹線である、京畿線の新安州駅を中心に市街が発達した。新安州駅からは、海川線が分岐する。日本統治下では、平安南道安州軍新安州面を構成していた。1951年5月9日、アメリカ空軍は、王力高岸の都市を目指して、 それまでに最も激しい空爆作戦を実行し、少なくとも300機の爆撃機が参加した。1952年1月25日には、新安州と定州を結ぶ鉄道と橋梁に対して、アメリカ空軍が爆撃を行った。しかし、その5日後には、北朝鮮側によって修復が行われた。1952年の3月の最終週、アメリカ空軍は、 B-29 による爆撃を開始し、4月を通して、新安州と平壌を結ぶ鉄道と橋梁を破壊した。1953年の冬には、新安州近辺の清川港川口地区にかかる5つの鉄道橋が目標となった。新安州にある総社場が鉄道による軍事輸送の拠点と推測されたためである。爆撃機は、 夜間爆撃でこれらの施設を破壊したが、これは北朝鮮側の軍需輸送を一時的に阻止したにとどまった。しかし、1953年の春季には、共産軍の兵員と物資の輸送は絶え間ない空襲によって、より困難なものとなった。コリアンサービス1950から1954、アーカイブド2009年1月16日、アットザウェイバックマシン。 ありがとうございます。